キトカンベはアメリカ海軍の護衛空母、カサブランカ級航空母艦の17番艦。キトカンベは当初、アベム -71 に分類されたが1942年8月20日にアッコブ -71 に艦種変更され、1943年7月15日に再びクブ -71 へと艦種変更された。 1943年5月3日に合衆国会議委員会の契約ゲワシントン州バンクーバーのカイザーズ王戦所でエドワード・エイ・クルーズ夫人によって浸水し12月15日に JP ホイットニー艦長の指揮下収益する。キト米は太平洋岸を巡航した後1944年1月28日にサンディエゴを出港して要因。 航空機及びその他の貨物を輸送するため、ニューヘブリディーズ諸島のアメリカ軍基地に向かった。輸送任務終了後、キトカンベイは2月18日にシンジュワ湾に寄港し、3月6日にサンディエゴに寄港した。人後、キトカンベイに固有の航空隊が搭載され、ハロルド・ビー・サラダ少々率いる第26空母軍司令部が上官してきた。5月1日、人官兵は 最終訓練を仕上げるために、真珠湾に向けて出港した。被弾して、北韓米上空を通過して墜落する日本機5月31日、北韓米の空母軍は、サイパン島に上陸する第52.17任務軍の輸送船団及び火力支援部隊を護衛して出撃した。6月13日、北韓米は早くも日本機の空襲を受けたが、即座に撃墜した。 翌日、キトカンベイの航空機はマリアナ諸島の東方から各地の日本軍施設及び航空基地を片っ端から爆撃してサイパン上陸の援護を開始した。6月17日、8機の日本機がキトカンベイに挑戦してきたが、た叩く間に撃墜された。翌日にも3機が爆撃してきたが、これも対空砲火で撃墜した。6月23日には、 搭載の航空隊の総力を挙げて、テニアン島の日本軍航空基地を爆撃し、第61航空戦隊に大打撃を与えた。7月に入り、北韓米はエニウェト区間省で一時的な休息を取ったが、7月14日には、再びサイパン島沖に姿を現し、サイパン島とテニアン島に圧力をかけ続けた。8月2日から4日にかけては、グアムを攻撃した。 マリアナ諸島での一連の作戦を終えた後、キトカンベイはエスピリトサント島に帰島した。キトカンベイは追加訓練のためソロモン諸島海域で行動した後、9月8日にパラオ近海に向けて出撃。キトカンベイの任務軍は、9月15日から21日までペリリューの戦い及びアンガウルの戦いを支援した後、マヌス島に下がって来るレーテ上陸に備えて、 準備を行った。10月12日、キトカンベイはクリフトン・スプレーグ少将率いる第77.43任務軍に加わりマヌス島を出撃した。10月20日のレーテ島上陸作戦当日、キトカンベイはレーテ島の日本軍に対する攻撃を開始。上陸部隊援護の作戦は10月24日までは確実に続けられ、10月25日も 予定の行動を行うためサマール島の北西海域を航行していた。栗田武雄中将率いる強力な日本艦隊がサンベルナルジの海峡を抜けてレーテ湾の輸送船団に国一国と迫りつつあることもろ知らずに。10月25日朝、第77.43任務軍の航空機は対戦紹介のため一斉に飛び去った。その時、任務軍機関、 ファンショウベイの見張りが北西の方角に対空砲火を発見。これと同時にファンショウベイのレーダーも北西方向に複数の目標を探知していた。クリタ艦隊が第77.43人無軍の目の前に出現しつつあったのである。ファンショウベイのスプレーグ少将は直ちにクリタ艦隊とは逆の方向に 全速力で逃げるよう命令を出し、同時に第七艦隊に救援を求める緊急電報を発信して、任務軍の全艦艇は縁幕を張りながら、スコールに向かっていった。クリタ艦隊は、良いレーダーを持たぬとはいえ、次第に護衛空母や駆逐艦、護衛駆逐艦に命中弾及び資金弾を与えつつ、あった。一艦米の周囲には、資金弾が落下したが、命中弾はなかった。 人関米は、出動可能機前期で反撃を行い、従順二洋艦長海と、オボ式巡洋艦に打撃を与えた。スプレーグ少将は、栗田艦隊と最初に接触した時点で、あと5分も、敵の大口警報の射撃を受け続ければ、我が艦隊は全滅していただろうと言ったが、任務軍は、スコールの助け特畜艦、護衛駆逐艦の必死の反撃により、 接触から2時間近く経っても過労じて健在だった。9時11分、スプレーグ少々の理解し難いことが起こった。栗田艦隊は、別の機動部隊を求めに行くとの名目で戦場を、去って行き、二度と第77.4、3人無軍の目の前には姿を見せなかった。スプレーグ少々は後に、戦闘で疲れ切った私の頭脳は、この事実をすぐには理解できなかったと回想している。 やがて戦闘配置は解かれ、ガンビア米を失った第77.4、3人務軍の空母は再び臨系人を構成したが、機関の反省米は、損傷により、臨系人からは遅れがちだった。しかし、第77.4、3人務軍が安心していたのは、束の間だった。7時25分に、マバラカット基地を出撃した神風特別攻撃隊、四季島隊が、 10時49分に、雲上から第77.4、3人無群に向けて突入してきた。キトカンベイの見張りは、突入機と直延機を発見し、突入機は40度の角度を持って突入してきた。やがて突入機は、キトカンベイの上空で一回転した次の瞬間、環境をかすめて、飛行艦板外側部の通路に命中したが、爆弾が直撃せず海面で爆発し、 爆発で生じた火災が即座に消し止められたため、被害は最小限に食い止められた。この攻撃では、セントローが沈没し、キトカンベイの他には、カリニンベイとホワイトプレーンズも損傷した。四季島隊のどの機がどの空母に突入したのかは定かではない。キトカンベイは一連の戦いで、搭載機二機とそのパイロットを失った。 北関米は補給と修理のためマヌス島に下がった後、11月1日に出港して11月7日に真珠湾に帰島。搭載飛行隊が VC-5 から VC-91 に交代した。整備と修理を終えた北関米は真珠湾を出港し、道中で潜水艦からのものと応募式攻撃にあったが回避して12月17日にマヌス島に到着した。 北韓米は第77.43任務軍の帰還となり、1945年の元日を迎えた。第77.43任務軍は、他の護衛空母任務軍と共に、リンガエワンに上陸する部隊の護衛に当たっていた。上陸部隊は、多数の艦艇の護衛を得て、スリガオ海峡、ミンダナオ海、スール海と通過して、リンガエワンに入り、上陸作戦の発動を待った。 これに対し、日本軍は連日神風を繰り出して艦隊への攻撃を行い、リンガエン湾到着までにオマニーベイなどを撃沈派していた。1月8日、この日も朝から、神風が艦隊に降り注いでいたこの日の主力は、日本陸軍の神風で、オーストラリア従順洋艦オーストラリアとカダシャンウェイが損傷した。18時57分、 陸軍特攻一支長隊が艦隊を襲撃してきたので、北韓米では戦闘機を緊急発進させて、対空砲火と協力して一支長隊を追い払った。しかし、その間撃を塗って爆走した疾風の集団が飛来し、そのうちの一機が北韓米の左舷機水線付近に命中した。搭載していた2発の爆弾が爆発しなかったのが、不幸中の幸いであったが、 それでも機関室は火災を起こして艦は左に大きく傾いた。また、運悪く、対空砲火を打ち上げていた、護衛駆逐艦の5インチ砲弾が誤って、基と官兵の原部に命中し、16名が戦死して37名が負傷した。航行不能となった木と官兵は、任務軍機関の座をシャムロック米に移し、タグボートに栄光されて、戦場を後にした。翌日、 キトカンベイはかろうじて1台のエンジンのみが起動可能となり、レーテ湾マヌス島、真珠湾を経て2月28日にサンペドロに到着した。2ヶ月後、修理を終えたキトカンベイはハワイに向けて出港。ハワイ水域での訓練を終えた後、第3艦隊に加わるため、ウルシー艦渉に向かい、6月15日に到着した。7月3日、 北韓米は日本本土への最終攻撃を行う第38任務部隊への支援を行うため、ウルシーを出撃し、洋上で合流して支援任務を行った。8月15日に日本が降伏して戦争が終わると、北韓米は北日本地域を占領する北太平洋部隊指揮下の第44任務部隊に合流するため、アダック島に向かった。 北韓米は9月7日に本州及び北海道海域に到着し9月27日まで滞在して日本軍によって収容されていたアメリカ人捕虜に対する支援全般任務を行ったその後マジックカーペット作戦に参加して554名の福音兵を乗せて10月19日にサンフランシスコに到着1946年1月12日に サンペドロでその任務を終えるまで、キトカンベイは、新珠湾と沖縄の間で、福音兵輸送任務を行った。キトカンベイは1946年2月18日に、ワシントン州ブレマートンのピュージェット、サウンド海軍造船所に入り、4月19日に退役した。1946年11月18日に、オレゴン州ポートランドのジデルマシーナリー サプライ社に売却され、1947年初めに廃棄された。北韓米は第二次世界大戦の先行で6つの従軍政賞と主君部大賞を受賞した。ありがとうございます。